治安とかってどう思う今の。ちなみに足は最悪だと思ってる、うん、もうこの街もう絶望だって思ってる、うん、ちなみにね先言っとくと多分足はこのタイミングで街に来たら間違いなく黒になるなと思ってて、うわもうなんか同時期になんか同じようなこと考えてるわ多分自分を大事にしてほしい、まあ、この街を去るっていうのは一番避けたいことだと思うから、そうだね、まあ、やみそうになったら連絡してきな、ギャルに任せな。この町なんか特にさ、まあ、PY あたりなんか結構やばいこと起きるじゃん。最近やえぐくね、うん、最近えぐいのよ。でもね、みんな PY の人病んでるよ。え、それガチ闇？もう本当にガチ闇。ガチ闇、本当にガチ闇。それは理由は？なんかもう周りでいろんなことが起きすぎてて、白も黒もごっちゃごちゃになってて、白のことも聞いたり黒のことも聞いたりして、なんか自分の中で整理つかなくなってごっちゃごちゃになって。ああもういろんな要素がぐっちゃぐちゃになってんだ。ぐっちゃぐちゃになってると。でも私結構その白市民寄りにも黒市民寄りにもなりたくなくてさ。あ、はい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 。なんかどっちもなんか気持ち汲み取っちゃって。ああそれでどうしようもできずにみたいな。最近濃すぎてね。PY が、まあそうだよ、なんかだってあそこでほとんど死に出てるからさ、最近なんか怖い人が現れるみたいで、うん、あそうそうそう、別荘前にやっぱ聞いてるよね、うん、ジャック・ザ・リッパーでしょ、なんか昨日知ったんだよね、そうそう、なんかね刺し殺しがめちゃくちゃ多いんだよね最近。ジャック・ザ・リッパーはなんか白井さん犬いるじゃん、うんうんうん、聞くとなんか PY 付近に夜中の4時55分ぐらいから5時ぐらいまで現れて、うんうん、まあ、チョケですみたいな感じでは言ってたのよ。でもなんか昼間とか今の時間帯とかに普通になんか刺し殺しみたいな、いや同一人物なのか関係者なのか分かんないんだけど、刺し殺されまくってるの警官とかいろんな人が、一応ねそのチョケじゃなかった範囲でセニアもやられてるわけでしょ、うん、分からんよねそのこっちからするとその、そうよねそのチョケの度合いが、いやそうなのよ、怖いよね普通に、もう向こうのさじ加減じゃそんなの言ってしまえばね、その白市民にもなりたくないっていうのはどういう、結構私黒市民とお話しすることが多くて、うん、まあ、PY に勤めてるからかもしれないけど、全然私が黒になりたいっていうわけじゃないんだけど、うんうん、黒側のこととか聞くと黒に触れようとしてた時もあったんだけど、あ、はいはいはい、でもその PY ってその時結構忙しくて、ふーちゃんとか一人になることとか多くて忙しくしてたし、ルーちゃんの力にもなりたいって思ってたから、うん、白でいいよって決めてたんだけど、で私も手伝うようになって、うん、こんだけ頑張ってるんだから、まあ私黒になったらあんま良くないなっていうのもあって、うん、黒になれないし寂しくさせたくないっていうか、まあそういうのはあるよね、どこも、うんうんうん、黒側にも白側にもなれないっていうのは、うん、黒側になっちゃうと黒の人と関われない、うん、そのセネでいうとこの白側って何、警察とか救急のこと、あそうだね、公務員とか、まあ、犯罪に手出してない人、あ、まあ、中間でいたいというか、まあ、ただし、うん、ギリギリ黒いこういうことはしないけど市民として何かするみたいなことはしないってことね、その市議会とか、そうそう、そう考えてたからごちゃごちゃになってきちゃったんだけど最近、ああはいはいはい、だからなんかどっちかによった方が楽になるのかなって病んじゃった時があって、私もそれでめっちゃ思ってて、うん、そうそうそう、なんか治安とかってどう思う今の、そのまあ9月から入ってきても率直に聞きたいんだけど、ちなみに足は最悪だと思ってる。もうこの街もう絶望だって思ってる。ちなみにね、先言っとくと。まあ、なんだろう。私も警察体験とかして、ああ、はいはいはい。思ったんだけど、うん。警察からギャングになったりとか、うん。やる時もあるじゃない。まあまあ、そうね。この、なんか闇深さというか、うん。は最悪だと思うけど。はいはいはい。まあ、治安的なものはまあマジで終わってるよ。その9月からの変化みたいなのあるとか、まあ最初に街に来る前からのイメージとの違いとか。意外とでもギャング優しいなって思ったけどね。あ、
でもそれは私がその白でも黒でもないからだと思うのよ。でもまあ私の知らないところのギャングさんたちがいるから、うんうんうん、分からないんだけど、怖いところは怖いし。まあね、変化はあった。9月のその最初に来た時らへんと今とで比較して、多分最初の頃に比べて悪くなったと思う。最近新しいギャングも増えたし、うん、そうだよ、まあそうだよね、うん、なんか結構構想とかちらほら聞くし、まあロケランも手に入れてるっぽいしね、ツイッターに載せてたしね、この前、うんうん、あとはまあ大型犯罪も増えたしね。ギャングに変な口聞くと怖い口調で怒られたりするし、わからんやんね、そんな。もう、どこまで行っていいのかわかんない。もうビクビクだよね、こっちからするとね。まず見た目からギャングってわかんないし。ちょうどさ、バンダーマーって知ってる、うん、知ってる知ってる。あの人どう、怖いですよね。怖い。怖いでしょ。でさ、昨日さ、おとといさ、私が病院で一人でいた時にさ、うん、命んだ、守るさんはいますかって言われて、もう似てる、汗びしょびしょになってさ、え、なんか体調になんか恨みがあるのかと思って、どうされたんですかみたいな。私、自分がギャングであることを、ギャングじゃねえや、自分が救急隊であることをもう忘れててさ、なんか伝えた方がいいこととかありますかみたいな感じで聞いて、うんうんうん、いや、あいつをちょっとぶっ飛ばそうかと思って、みたいな。いや、じゃあ伝えた方がいいですよねみたいな感じで。みたいな感じで言ってたからさ。え、ちょっと待って待って、むずすぎる。ちょっと待って。むずいむずいむずい。え、シリアス度で言うと100のうちどのくらいって聞いた。100のうち1ですね。って言ってきた。いや、もうむずすぎるわつって。むずいむずい。いや、もう無理だよ、そんな。わからんわ、そんな、みたいな。怖いんだよね。怖いんだけど、なんか、ギャグが、笑ってる時もあるからさ、うん、そうめっちゃ初めて見たよ、あんな笑ってるの。いや、冗談に決まってるじゃないですかとか言って、いや、知らねえよと思って。体調との関係性もさ、まあそんなわからんしさ、来たばっかりだし、うんうんうん、マジなのかチョケなのか見極めも大事だし、ただでさえさ、なんかその、白市民同士でもさ、なんか、その、うん、初対面とかでめっちゃ気使うのに、うん、さらにその、空気を読まなきゃいけない。難易度高すぎるよね。そう。いや、ちょうど、アーシャもね、それめっちゃ悩んでて、多分、アーシャこのタイミングで街に来たら、間違いなく苦労になるなと思ってて。だって、そんなのをさ、まあ、知るにもさ、黒側にいた方が、わかりやすいしさ、うん、巻き込む側じゃん、うん、ただまあ構えてた方がいい。もちろん黒がね、その平和とかいうわけじゃないけど、うんうんうん、仕掛ける側だからさ、こっち仕掛けられる側だからさ、そう、巻き込まれる側よりはまあ巻き込む側になった方が、でまあ最悪対抗手段もまああるわけじゃん、うん、だったらまあこの町に今来た人はまあ黒になるしかないと言っても過言ではないぐらいの、ビタビタにはなってるよね。本当に真っ白だったら、ギャングが誰なのかも、何がギャングなのかも、わかんないから。いや、もう全く明日同じこと言ってるわ。本当。うん。え、ちなみに、うん、救急隊の足でもギャングが何個あって、今直してる人は誰で、うん、どこのギャングで、どのくらいの地位で誰なのかもわからないからね。そう。わかんない。なんか、まあ、おすすめはし、うん、心底からおすすめはしないけど、なんか自分の身を守りたかったら、黒寄りになった方がまだ気が楽かな、みたいな部分は、どうしても出ちゃうよね。うん、だからまあ、そうだね。PY も、人はいっぱいいるけど、白は結構少ないよ。まあ、シンプルに繋がった方が情報も得られるし、まあ、なんかあった時にね、まあ相談できる相手も、まあまあ、いるわけじゃん。動いてくれるかどうかとして、事情とかを聞ける人がいるわけじゃん。で、もうセニアはもうずっと一本でやってるからこそさ、余計に分かんないし、ね、でも中途半端に巻き込まれて、それぞれの事情を聞かされて、うん、でも訳分かんなくなっちゃうのはまあ自然だよね、それは。そうね。なかなかにまとめられないよ。こうやってメンタルが不安定になってて、いや、それ黒になっちゃうの。まあ黒、まあ別に黒になることはまあ悪いことだけど、悪いことじゃないからね、もう個人としてはね。
ちなみになんかそのさ、アップデートあったじゃん。うん、それに関してそれ見た？映像みたいな。あ、見た見た。あれはどう思った？率直にあれ見て。もうちゃんとリスクがあるなっていうのは思ったけどね。はい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 。あの黒側に。はい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 。今までまあなかったっていうところだったけど。ああ、そういうふうに。なるほどね。あと、あ、そうだね、あの簡単に犯罪ができなくなったんじゃないかなとは思うけど、それすごいね。あ、そこまで読み取れるのはすごいね、うん、私全く考えたのは、え、ギャングおもろそうと思ったシンプルに、え、あんなゲームとかやってたのって、ね、おもろそうと思ったよ。あしらがなんかてんやもんやしてる間に、え、ゲームやってたのっつって、しかも新しいものが2つも、楽しそうなものが2つも追加されて、え、楽しそうって、うん、ゲームが変わったよって、そうゲーム変わって、しかも大型犯罪も増えたよっつって、うん、あ、そのなんか大変そうではあるけど、洗濯機でお金を洗うよって、え、より、ちょっとやってみたいなみたいな、どんな感じで洗うんだろうみたいな、洗うやつ、やっぱそうなるよね多分ね、うん、純粋に考えるとまあ結構もう楽しそうとはなるけど、まあもうなったらなったら大変だろうけどね、なんか街を思うと犯罪はしにくくなって、初心者の人とかもしづらくなったのかなとは思ったんだけど、あ、まあ簡単に手を染めづらいというか、まあいわゆる半グレみたいなのができづらくなったかなって感じか、うんうんうん、そうそうそう。でもそれで言うとセニアの話で言うと、よりなんかどっちかに乗らないとって思ったってことでしょ多分。まあそうなるよね。もうアップデートのいい悪いとかはもうさておき、でも今ある環境下で、うん、まあアシラは、まあ、一時的にでも考えなきゃいけないわけじゃん。そうね。ただ今ちょっと治安が悪いけどちょっと我慢してねみたいな感じかもしれない、うん、主張的には、うん、後々どうにかするかみたいな。でもそのたった今がアシラにとってはまあすごい大事なわけじゃん。そうだね。うん、ってなった時にちょっとまあいろいろ考えちゃうよねやっぱね。セニアなんてコスプレして ね、ただ楽しみたいだけなのにまあ病んじゃうぐらいには巻き込まれてるわけでしょ、いろいろ。うん、まあ人も増えてきたしね街に。まあまあ増えれば余計、まあどんななんていう善良な人であったとしても、うん、まあ、人が多いってだけでまあカオスになるからね、いろんな人がいろんな考えを持ってて、ね、それも病む原因あってて私。あ、そうなんだ。人が多すぎて、うんうん、目まぐるしく最近新しい人に会いすぎて、ただでさえそ最初の時なんてさ全員知らない人なわけだからさ、気づかれしてるのにまたボンボン入ってくると、うんうん、また気づかれするし、そうそうそう、変装なんてのもさらにあったらもうわけわかんないよねもうね、もう全員初めましてだってなって、うん、この街はどうなってんだってなった時があって、それいつ頃？1週間前ぐらいかな。うわ、もうなんか同時期になんか同じようなこと考えてるわ多分本当めっちゃ気持ちわかる、わかってだけど、他のね、そのちょうどそれこそメカニックの人が言ってたんだけど、なんかやりたいことがないみたいに言ってて、いやーそうね。でしかもそれでいて結構なんかもうパラシュートとかもうデスマウンテンとかレースとかも全部やり尽くして、でもなんかもう毎日同じ繰り返しになっちゃってきててどうしようみたいな相談されたのよ、そのそれこそ同時期ぐらいに入ってきた人にね。うん、あ、まあそうなっちゃうな。私もヘリをさ買って、うん、いつ置くの？あ、アスパロ？はいはいはい。うん、買ってちょっと達成感あって、あ、いいよね。その後の1週間前の闇期だったから、うん、何かを達成した後の、うん、まあ、これな次何しようみたいな感じの時の、わかるわ、闇だったわ。いやそれなんだよな。うん、一回来るんよな。次。じゃあ何のために生きようってなるんだよね。そう、そうなのよ。それも、そうそう、それもあるから簡単に達成したくないんだよな。なんか欲しいものを見つかった時にね。なんだね。でも、アーシュの場合は、まあ、救急隊っていう仕事自体が、まあ、楽しむコンテンツって言ったらちょっとあれだけど、うん、まあ、目まぐるしく毎日何か起きるからいいけど、そうだね、一般職っていう、まあ、公務員じゃない人的には、うん、自分からアクションを起こさないと、そうだね。あ、きついよね。それでまあ警察体験とかしてみたけど。ああ、その流れでね、はいはいはい。どうだった警察体験は？いやー、苦しかったね私には。苦しかった？
なんか、うん、コスプレしたかったし、うんうんうん、結構自分の時間欲しかったから、うんうんうん、今は警察忙しそうだし、うん、私、まあ、そんななんか技術なくて、うんうんうん、まあ、力になれないなって、まあ、自分で思っただけなんだけど、うんうん、なーって思っちゃったから、まあ、それがねなんかよ、うん、忙しいのが好きでみたいな人はね、うん、いいけど、そうだね、うん、まあ自由な時間は、まあ、多分かなり少ないよね。まあ、バリバリ仕事したいと思ってたんだけど、それでも実際やってみたらちょっと想像より大変だった。そうだね。いやめっちゃなんかいいこと聞けた。ちょうど聞きたかったことをなんか聞けたわ。本当？いやまあそうだよね。まあ、かといって何かをさ動かそうっていう原動力も別にないし、うんうん、まあ、能力もないし、それをどうにかする能力も気概もないし。じゃあ市議会出ればって言われるけど、いやそういうことじゃないんだよなっていう、うん、もちろん市議会に出てる人はすごいしリスペクトはしてるけど、自分にはまず能力的に無理だし、うん、この町本当にすっごい長くてこういうことを考えてるとかだったら市議会とか出てもいいのかもしれないけど、まあ言ったらさ、いやその、ね、うん、来て 1,2 ヶ月のやつが何飛んじゃいで終わっちゃうからさ、そうそうそう、いやそうだよね、うん、いやマジでわかるわ、うん、まあかといってでその今までね、まあ、支えてきた人のことをどうにかしたいってわけでもないし、その人たちもすごいと思う、尊重したいしみたいな、うん、ありがとうね話してくれて。いやいや、マジでもうぴったり、あそう、マジで同じことを考えてたから、まあ、本当になんか困ったら、うん、まあ、今その最初はさ、そのルーが一人で大変だからみたいな感じだったと思うけどさ、うん、自分を大事にしてほしい。まあ、この街を去るっていうのは一番避けたいことだと思うから。そうだね。うん。なんか自分のやりたいことが合う場所とかあるといいね。まあそれが P バイであるのは多分まあ一番いいかもしれないけど。うん。まあ、また話そう。うん。ありがとうね。なんか、ちょっと悩んでたことを話してくれて、勇気出してくれてありがとうね。逆にありがとうね。まあ、やめそうになったら連絡してきな。ギャルに任せね。うん。バイバーイ。バイバーイ。